ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から高齢者へなるため起爆剤の情報を配信しております。今日は2023年9月の20日水曜日です。今日大谷翔平の嬉しいニュースがありましたね。今朝早く大谷翔平右手の肘の手術を行い、見事に成功いたしました。無事成功という情報が入ってまいりました。いやーよかったですね。もう17日に大谷翔平はベンチに2階からバッとベンチに出てきましたね。その時もガーッともう大感動がありました。大谷翔平元気だなんだということは、まあ情報として流れました。まあスマイル、あの最高のスマイルでチームメイトとこう交流コミュニケーションを取っておりましたね。それが今朝9月20日の今朝早朝に手術を行ったんですね。受けたんですね。そして無事成功したんですね。いやーよかったですね。なんとこの指導をした人はエラトロッシュと、エラトロッシュ医師というね、2018年の10月に右肘のトミー・ジョン手術を受けました。その担当の医師であります。いやー、そして今回はあのトミー・ジョーンズ手術とは違う新しい手法の手術だと言ってますね。右肘を全体を長く持てるような補強、補修というか補強という補強ですね、補強したというニュースが流れてきましたが、詳しいことはあまり報道されておりません。新しい手術で、ということと、そして何としても嬉しいことが、2024年開幕には打者としてはもう出れるというね、文句なく出れると、これが一つ嬉しいことです。そして投手としても2025年の開幕にはもちろん投手として出れる。ですから2025年には二刀流として復活できるという、今回の手術受けた結果であります。いやー、また再び大谷翔平の二刀流が見れることが今日の手術でできたんですね。いやー、大谷翔平も早くグラウンドに、戻りを頑張るというね、いやー、たくましい嬉しいニュースですね。そしてこのニュースを聞く前にですね、タイガース戦の9月17日のタイガース戦、2階からベンチに入ってきたと、笑顔、スマイル、これでどれだけ人がガーッと元気をもらったでしょうか。そして今日のニュースが、無事成功したというんですから、なんといっても喜ばしいですね、嬉しいですね。いや、また再び大谷翔平のカーンという音とドーンと弾丸ライナーが飛んでいくホームラン、これがまた見れるんですね。来年はもう開幕からこれが見れる。そして二刀流も2025年には二刀流がまた復活するというんですから、なんといっても嬉しいニュースであります。今日は大谷翔平のこのスマイル、そして早くグラウンドに戻って頑張るというこの大谷翔平のメッセージ、これを受けて今日勝ちもガーッと元気が出ましたね。嬉しいですね。今日は何といってもその嬉しいニュースで私も喜んでもう大谷翔平を期待をすることが一気にテンションが上がりました。上がったところで私のチャンネル登録もガーッと
まあ一緒に全面に出したいなと思っております。今日は大谷翔平右の手術おめでとう、そして大谷翔平のスマイル、彼にありがとう。